中村悠平すごすぎんだろ。大谷の球一度も受けたことないって。僕は初めて受けたあのスライダー取れるような。いいキャッチャーだよな。勝ったからすごいってなってるけど、逆転されてたら偉いことだよな。なんで栗山監督の中で中村の評価上がったんだよ。ずっと正捕手じゃなかったのに。ずっと下位評価してたはずなのにな。なんでなんだろうな。この大会ずっと組んでた下位よりブルペンですら一度も受けたことのない中村が優先されたっていうことなんだよな。はっきりちゃんと言うなよ。それ言われると不思議な采配ではあるんだよな。中村ノーバンちゃんと取れるもんな。侍ジャパンで唯一だよね。リアル見るともうポロってたから。